今回紹介するのは、漫画、論語と孔子、愛一をもってこれを貫く、という本です。渋沢栄一の、論語とそろばんの原点、最強の古典に学ぶ、老子と孔子の出会いが、生き方を語った。今まで何のために漫画館の書を読んでこれたのですかと、孔子が尋ねる。無意自然に帰るためを、書を読むのは、 心身の俗人を洗い流すためじゃと老子が答える無為自然で世の中が収まるのでしょうかと孔子が問い直す無為の政治をしてこそ世は収まるのじゃと返答する老子は説く上善は水の沸かし水のように何物にも逆らわずに無為自然に生きてゆく老子は春秋の乱世を収める道を説っていない無為の政治ができるものが現れるまで待つと語った これも一つの生き方だ以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします